まだちょっと試練があるかな、これ。今どこに来てるか、はい、ケンオです。今日どこに来てるか分かりません。奈良だということしか今頭の予備知識にはないです。国道308号線の付近にもちょっと細かいぐにぐに道があったので通ってみることにしました。今のところね、あぜ道のような雰囲気が漂っております。この先の道は Google はつなげるけどナビタイムでは道としては通してくれないエリアに入ります。左方向まっすぐ、右方向です。あ、これをね、これを右というか新しいルートで案内します。しかも新しい道って言うた。じゃあ間もなく左方向です。その先およそ500メートルで左方向です。曲がれ言うたのあの草の中か。道が見えないけどどこ、あ、これか。ここを曲がれと言ってきてるのか。覚えてる？ここをね、うん、もう舗装路じゃないけど、まあこれぐらいなら通っちゃうからいいけど。まあこういうとこ、ああ、そうだよな、昨日雨だったんだよな。そうだったな。こういうことは想定してたはずなのに、わう、前と後ろのタイヤが別々で動いていく。はいはい、こうやってやった。およそ500メートル先、経由地付近です。やめてよ、もう慎んで通りたくない、慎んで通りたくない。ああ、びっくりした。はい、どっち行っていいか分かんない。直感を頼りに左。ああ、分岐で分かれていくぞ。どっちが正しいんか分からないな。またバイク泥だらけだよ。あ、ナビの反応が消えた。あ、でも舗装路だ、舗装路。通れんのか、通り抜けられるのか。やだな、通り抜けられなかったらさっきの道をまた通るってことやろ。あら、間違えたな、こっちじゃねえな。下田、間違えた、多分間違えた。ここで U ターンか。よいしょよいしょ。さっきのじゃあ、あの分岐が直感で右左行ったところ、あ、直感で左行ったところが実は右だったってことか。ただここに内見が、ここに内見がいたことも驚きですが、もう本当にこう行き当たりばったりだね。あ、戻ってきたね。うん、戻ってきた。ふう、こんなんね、フルロックでも回れんわな。戻ってきました。合ってんのかな。でも新しいルートで案内します。しばらく新しいルートで案内します。へえ、
しいルートで案内します。この山を越えられそうな道がね、新しいルートで案内します。どっかにありそうだと思ったんだけどな。新しいルートで案内します。これ農家だよな。新しいルートで案内します。よいしょ。新しいルートで案内します。うん、引き返せって言ってるよね、ナビさんはね。ただのあぜ道だね、これ。あら、細けりゃいいっていう感じで選んでしまいました、このルート。まだちょっと試練があるかな、これ。なんか、なんだ、大丈夫か？新しいルートで案内します。ナビがつなぎ直したらしい。と思ったらナビつなぎ直してなかったよ。新しいルートで案内します。左方向です。国道308号線に入ります。道路狭し。おお、狭。あ、でもすぐ抜けたから大丈夫やな。さっき通ったっていうか、前回通った308号線に戻ります。逆方向ですな。つうわけで、唐突ですが今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画はここで終了したいと思います。細いからって突き進むもんじゃないね、今更だけど。それでは皆さん、またどこかの道でお会いいたしましょう。さようなら。一足エンブレが効きません。すごっ、すごっ。